今回はエスカノール使っていきます。で、性能がまあ超アンチワープ無属性耐性とか、まあ、全属性ケアとかこんな感じで、で厳選も終わってこうやって同族過激3種とか、あと激死過激3種で線形過激3種で、エスカノール原作知ってる身としては結構思い入れあるんで、3体挑戦権にしたね。初撃 1.2 倍は正直自強解説だから全く恩恵はないんですけど、剣の倍率 1.5 から 1.8 倍になるんで、そっち目的でつけたね。で、ツイッターで言ったんですけど、エスカノールに隠し仕様あったんですよね。こんな感じ。このエフェクト出てきたら、少なくとも殴りは、1.05 倍されるんですよ。友情とか、あと SS のクルエルさんって追撃その辺に乗るかは、ちょっと検証してないんで、もし友情とかにも乗るよっていう人いたら、コメント欄で書いてもらえるとありがたいです。で、なんでこういう仕様があるかっていうと、このキャラって、こっちなんだ。なんでこのキャラそんな仕様があるかっていうと、原作だとエスカノールってお昼の間だけ太陽が出てる間だけこうやってムキムキの姿で、太陽が落ちると獣神化前のあれ細身の姿になるんですよね。だからそういうちょっと変わった仕様を持ってるキャラなんで、多分こういう変遷したんじゃないのかな。はい。で、あまりに差がありすぎると、さすがにいや、お昼だけ強いまともに使えるキャラじゃんみたいな感じになるから、きっと多分 1.05 倍っていう程よい強さになったんじゃないのかな。これで、あれっていうか、普通に友情でもなんか適当に投げる、あれビーラ極みってこんなんだったっけ。これでいきます。いや、でも原作知ってる身としては、いや、もうちょっとぶっ壊してほしかったね。キリトくらい、それかリヴァイくらい。で、これでいきます。で、しかも、エスカノールって、これ今、多分、朝10時とか、昼2時とか、それぐらいの姿だと思うんですよ。原作だと、正午、12時ぴったりになると、一番強い状態があるんですよ。で、アニメだとそこまで行ってないのかなって思ったんですけど、アニメ行ってるの、ちょっと、どこまで行くのかだけ調べたら、ちょっと2期は見てないんです。申し訳ない。で、どこまで行ったか見たら、ちゃんとお昼12時の姿アニメでやってたんですよね。いや、そこ再現してほしかったね。いや、これからアニメ最後の完結までやるから、そこにもしかして抑えてるのかもしれないけど、一応最後のバトルだともう一段階上あるもんね。お昼の姿よりもさらに強い姿だから、そっちも、いや、残ってるから、やべえ、全然挟まないや。残ってるから、全然なんか、お昼ぴったりの姿出してくれても、いや、よかったんじゃないのかな。で、クルエルさんは別にグリッターボールである程度再現できてるもんね。実質これクルエルさん二重で撃ってるようなもんだし、はい。いや、見たかったな、天上天下唯我独尊、ザワンの姿。いや、聖剣エスカノールとか見たかったっていう人、多いもんね。聖剣エスキャノールか。これ挟まります。はい。で、いや、でも、もし7つの滞在第2弾来るなら、勝手に妄想してたのは、クラピカみたいな一巡自強化 SS で、あと、普通に最初 SS 打った時は自強化しました。で、一巡後に、さらに強化されて動けるようになりますみたいな、なんかそんな感じの姿勝手にイメージしてたね。なんか、ちょっと第3弾来て、もしそういうのやるなら、ちょっとそういう風にしてください。お願いします。で、でも多分あれだろうな、きっと第3弾来たら、もう多分、ザワンの姿で初っ端からやってきて、止まったら、聖剣エスカノールとか、撃つみたいな、多分そんな感じなんだろうな、きっと。どうしようかな、これ。横勘でいけるかな、これ、さすがに。お、さすが全属性ケア、全然いけるね。で、これでいきます。いや、普通になんか、いや、弱いな、これ。なんだっけ、サタンだっけ、名前。ちょっとパッと出てこないけど。いや、これちょっとあれだな、きついな。はい。まあ、これ倒しておいて、ヒーリングオール出します。で、SS も、いや、多分、実証 SS も、いや、クルエルさん乗るのかな。いや、これ乗ると強いんだけどね。これでぐるっと回って、はいはいはい。一応、ダッシュもあるから、いや、でも最近、ダッシュ M とかも多いしね。いや、ちょっと待って、文句しか言ってない。いや、強いとこは、いや、全属性キラーあるから、いや、夏とどっちが強いだろうね。これで、はい、横勘で。いや、でも結構強いな、これ。で、友情で当たんねえや。これでいきます。
はい、であとエスカノールの、いや原作の話ね、エスカノール原作のいいところは個人的にあの最初から最後まで強さ変わんないとこね。あの確か単行本は40巻前後ぐらい出てたと思うんですけど、あのもう40巻も少年漫画続いてたら最初と最後でいろいろパワーアップして強さ違うじゃないですか。エスカノール全く変わってないからね、まあ、最後だけちょっと変わったけど、最初からもう、あ、やべえ、もうダメだ、全然今日は調子が悪い。もう最初から最後まで全く強さ変わってないもんね。もうその お昼12時の状態がラスボス相手にも通用するレベルだから、もうそれくらいなんかもう頭いやもう原作で大体どのキャラもその敵つえって、新たな敵つえってなってるけど、エスカノールだけは全くそんないや、かゆうとか言って終わってるもんね。ここを入ります。どうなるのかな、これクルーさん乗るのかな。お、うわ、わかんねえ、全くわからんわ。でこれ縦貫とか横貫すると近い敵なんで、あのシールドに絶対飛んじゃうからね。やっぱ最近はなんか近い敵、最近はやっぱ近い敵とかもなんか、うーん、ちょっとあれだからね、なんかいろいろなんか止まったら勝手にボスに行くとか、ボスの最初に触れた時の弱点勝手に狙ってくれるとか、あとキングも確かあのボスの弱点勝手に狙ってくれる系男子じゃなかったっけ。だから結構多いからね。ちょっとこれわかるかな、クルエルさん。はい、これで、はいはい、触れて、はい、よし、これでちょっと触れたからクルエルさん乗るのかな。え、どっち、おー、うわー、なんか乗ってなさそうな気がするこれいやちょっとわかんないかな、これ縦貫して、んー、いや縦貫して、わ、止まってくれるかな、ボスの方に。まあ縦に止まっても多分触れまくったらわかるか。はい、どうだろう、はいはい、一段、あ、やべ、これボス殴る、やべ、わかんない、多分乗ってないねこれ。というわけで、いや多分直殴り乗ってないんで、このクーエルさん乗ってないから、弱点倍率高いところだったらおそらくまともに通用すると思うんですよ。だから今回はちょっとこれ弱点倍率20、あれ25倍だっけ、20倍だっけ、で直殴り倍率は多分まともに乗ってないであろうアルカディアで使っていこうと思います。はい、これで、うー、ちょっと残っちゃったし、でも全属性キラー持ってるから多分割と使えると思うんだけどね。はい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 、でこれで3フレしたから、おお、やべ、めっちゃ使える、ごめん、頼光、いや頼光アルカリアで使えるねって言ったけど、多分エスカノール持ってたらリストラされるかもしれない、ごめんなさい。でこれでいきます。でもここだと多分強い、いやどうなんだろう、なんか最近なんか直殴りのなんか SS に慣れてて、これ、まあ、直殴り乗らないとはいえ、直殴り乗らない系の SS の類だと強い方なのかな、もしかしたら。そしたらこれは、まあ、ダメだ、これはいけねえや。はい、ダッシュでこういって、はい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 、で、友情出します、友情出します。おお、これ当たる、当たんねえ。くそ、下だけ。どうしようかな、これ。そしたら、これも、左、いや、真ん中でいいかな。はい。はい、まあ、あと挑戦形の多分超砲撃と相性いいから、マナとかと組み合わせたらいいのかな、これ。一応白爆発持ってるし。で、まあ、これ殴ります。で多分このペースだと SS たまんないな、ちょっとどこかでカットして SS ダメするかもしれない。でもなんか全然苦戦しないね。いやでも蓬莱は多分いけると思うんだけどな、どうなの、直殴り乗らないから微妙かな。まあでも行くって言ったもんね、多分頑張ります。でこれで、そしたら、はい、これで倒します。どうなんだ、あとは一応原作だとさっき言った通りお昼12時にピークになるって言ってたから、多分お昼12時に使ったことある人ってまだいないと思うんですよね。もしかしたら明日のお昼きっかり1分以内に入ったら、お昼きっかり1分以内に入ったら、もしかしたらもっと倍率高くなってるかもしれない。っていうか剣めっちゃ出ない、いやすごいありがたい、これで 1.8 倍だもんね。あれ、ハトホル太った、あれハトホルってこんな体型だったっけ。でこれで、はい、これでいきます。いやもうあれね、アグニはもう全く思ってる通りの体型ね。やっぱちょっと変わったのかな、体型見ない間に。アプデ入ったかな。でこれで触れます、で触れます、
で、全属性キラー持ってるグリッターボールなんで、おー、意外と友情でも削る。友情で出して出して、はい。いや、意外と友情だけでいいな、これ。なんか友情だけで削れる感ある。もう、あれだね、気にしなくていいや。なんか、殴りを。はい。まあ、実質イデアだもんね、キラー持ってるから。まあ、なんか白爆発と相まって、大体反撃されるから 0.5 倍されるけど。で、4発撃てるから、まあ、なんか1個当たるからね、グリッターボール当てて楽しい SS だから、すごい、いや、これはいいかもしれない。初心者向け。はい。で、SS 溜まんないんで、ちょっと、これ、カットして、SS 溜めて抜けるとこまで飛ばします。げえ、やっちゃった。やべ、間違えた。いや、まあ、いっか。で、この SS 結局近い敵なんで、なんかシールドとかビットンとかいるクエストだとあんまり本領発揮できないから、やっぱアルカディアとか蓬莱みたいな、なんかもう雑魚全部倒したらボス単体ですよみたいなところがすごいいいね。っていうか重いからな SS。 なかなかないよね、27ターン。いや、リヴァイ、おぉ、やべ、これ、いや、これまだ取りたくない。2段階目剣取ってこれ打ちたいね。ちょっとだからここ時間稼ぐわ。またカットしようかな、これ。じゃあ次に SS 使って、強さ見れるね。いや、どれぐらい強いんだろう、これ。じゃあ一応、直殴りじゃなくて弱点倍率上がってるだけのとこなんで、ちょっと待って。ゲージ決める意味って何かあったっけ？ないね。はい。で、あと一応、爆発した時に友情発生できるから、トゥーホールとかあの辺の友情強いやつと組み合わせると強いかもしれないね。おお、強っ。いや、弱点倍率だけだとやっぱ結構強いね。まあ、剣 1.8 倍だから、まあ、実質もうちょい威力は落ちるけど、多分1億を 1.8 で割ると、まあ、強い。まあ、5、6000万ぐらいかな、多分。なんかこれも、縦勘でこう打って、逃げて、はい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 、倒して、で、これでボスに多分行くよね。だからこれができる。いや、弱点倍率高いだけど、おー。あれ、雑魚に、あれ、雑魚、あれ、雑魚全然削れてないんですけど、あれ、こんなもんか。まあ、弱点倍率高いだけのところだったら、すごい強いっていうのは見せられたね。なんで、まあ、これで、なんか多分いいんじゃないのかな、多分。いや、でももうちょっと壊してほしかったな。全属性キラー M とか、ダッシュ M とか、ザワンとかやってほしかったね。はい。じゃあ、これで終わります。ごきげんよう。